ございます。ちょっと髪が、ありがとうございます。ちょっとだけね、おはようございます。歌子見た、見ましたの、いいさんですね。昨日はちょっとあのね、用事があったので見れてません。お疲れ様、ありがとうございます。昨日は遅刻なくて、勝手に私いつもより通勤が遅くて、寝坊疑う寝坊ね、確かに。まあでも間に合ってれば OK。もうすごかった。すごかった。やば、楽しみ。ちょっと見たい。そう、今夜今日の21時からと、明日の21時から TCS かの TBS チャンネル1にて、あのAKB ポテト歌唱力ナンバーワン決定戦の放送、あの予選のね、あれが放送されます。はい、CS 内容って方もあの、なんだっけ、スカパーで見れるので、ぜひあの見てくれれば嬉しいです。予選録画、予選録画予約してる。おー、ありがとうございます。見てるのどっちかわからないので、あの一応どっちも見ていただければ。予約完了。あ、出るの、あ、明日出てるのね、もうメンバー。じゃあ30です。レビューは2日最初なの。それはちょっと緊張るですね。そうか、もうメンバーも曲名も出たのね。深夜1時過ぎ。そっか、もうそんな結果はな、もうアメリカ寝てます。30、あ、うん、明日の夜中とかやったら、あ、起きとこうと思えば起きとけるけど、公演終わりでもともとが遅いから、でも30は多分早く、でも
結果生で知りたいな。今日朝から良くなくてまたご飯、そう麦がいっちゃん泣いてた気がする。今のなんかいつもさ3匹同時で、ね、あのご飯求めてくるときは麦ちゃんがなんか一番最初に大きくニャーって泣いて、でその後にごまと豆がちっちゃくなんかニャーみたいな感じで、なんかほんまにボスと子猫たちみたいな感じ、かわいい。よく泣く子は育ちます。もう育ちすぎてるけどね、麦ちゃんは。麦のボス感、そう。しかも2匹ともご飯麦ちゃんを優先して食べさせてあげてるねんの。ほんまにボスで面白い麦が。一番最初に来たしな、一番年上ででかいしな。猫のさどんな会話してるのか気になる。猫同士がどんな会話してるのか。トマギちゃんはもういいよいいよみたいな感じで、であのゴマメがダメですダメですみたいな感じなのか、もうムギが先輩優勢やからみたいな感じなのか、どっちか気になる。何も考えずに麦ちゃんが食べたすぎてその先に食べてるか。猫もかわすとき、そう先輩からはやっぱどこも一緒なのよ、もう猫界も人間界も。旅行行きます、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。そうね、今日はあの世代交代全公演があります。序列をちゃんと守らんとしばかれるのが動物の世界。こ人間はしばかれはしないな、うん、確かにあのパチパチさえバンバンされちゃう猫ちゃん。猫界にもさ法律とかあるんかな。あみたちが知らない間にもしかしたらさなんかどっか行ってるかもしれん。今日も配信してるにゃアイドルらしいにゃ。もうアイドルの話とかしちゃって隠し持った携帯で配信とか見ちゃって、えこの YouTube 見た。にゃチューブ、このにゃチューブ見た、え見たのにゃにゃ、めちゃくちゃ面白かったにゃよねって。猫の本がしこのちょっと今日いっぱいご飯くれたから飼い主にちょっとたまに甘えてみようにゃみたいな。いやちおおすずりもできちゃった。野良猫集会みたいなのするの、確かにたまに野良猫集まってるよな、わかるかも。それはまあ猫はボス、猫の権利が権力が絶対、家の猫はまだ多少はマシなんかな、今一匹とかもあるし。
ぱいかいっぱい猫がいるお家とかはもうめちゃくちゃ権力強そう、権力強さとか権力ありそう。おやつを食えたらさ、あ、もうおやつを食えたらもっともっと甘えてくれる。でもごまちゃんはほんまに関係ないな。ごまちゃんはもうあみちゃん大好きだからめっちゃ甘えてくれる。かわいい、大好き。目覚まし時計はうるさいから、ちょっと待って最悪ダメだよそんなことしたら。よくないんだよ、人の嫌がることしちゃダメなんだよって。まあ麦ちゃんが、こまめちゃんが教えてくれればいいんだけど、麦ちゃんが一番上だから何も言えない。こまめけまみちゃんが一人喋ってるにゃあ、たまにママもいる。あれ、た今日ママも一緒にいるにゃ、あれってなるあのうちの子は猫20歳なんだけど、あ、これ猫の年でってことやんな。めっちゃ長生きやん。すごい、あみちゃんの一番上まだ5歳6歳ですトゲ止まってた。人間で言う何歳だっけな、調べたら40何歳とかやった。自分に網の布団に入ろうねかわいいかよたまに順番守ってないやつおるな。でも絶対だって麦ちゃんおるのにごまちゃんとかまめちゃん来るときあるもん。まめちゃんいるのにごまちゃんが、あ、ごまちゃんがいるのにまめちゃんがなんかベッドの上で遊んでるときもある。かわいいよね。でももうすべてが愛おしい。動物ってなんでこんなかわいいんやろうか。もうラブだよね本当に。昨日アップされたゆみの YouTube でめっちゃコナン、コナン、あめはちょうどコナン見に行ってきたからちょっと見よう後でどの話してたら、あやちょっと出てきます、いってらっしゃい、頑張ってね。あみちゃんの配信中に布団に入って遊んでたら、あ、キモいか、キモいって言われた。いや、う、それは、あれは知らない。ほんまに知らないで。よくあるさ、なんか、ホラー映画ちゃうな、なんてやろ。ちょっと、よくわからん映画のシーンに出てきそうやった。布団、の中に入ってもぞもぞ、しかもさ、もぞもぞの仕方がめっちゃおもろかって、なんか縦にも横にももぞもぞなってた。人間みたいなもぞもぞの仕方やった。動く布団、そう、なんか魔法系の映画みたいな感じやった。ねえ、314日、ホワイトデーじゃん。あと51日、すごっ。
約2ヶ月ですね、もう。怖ー、もう早すぎる。もうなんか時間経つのが、時経つのが早すぎて怖い。すごいね、時経つの早すぎ。だってさ、もう最近300行ったばっかりやと思った、もう360、最近200行ったと思ったもう300やし。今日はあやみゆきちゃんが、これずっと気になんねんけどさ、あやみたちのことってまきちゃんたちはさ、どんな感じの思ってんのやろな、どんな呼び方してるやろ裏で。あやみが何々してるのか、あやみちゃんが何々してるのか、それともあやみでもあやみちゃんでもない何かがあるのか。DMM 最近 DMM 待機もファンやん。明日最高、もう明日最高や、さすが最高なのかなぎた最高。じゃあそろそろ壇上を読んでお開きにさせていただき、あやみむしてかさ、あやみむさ、ほんまに学校でコーヒーやねんけど、びっくりした。あいつって言われてさ、まあ別にあいつって言われてもいいねんけど、あんた年上やもん。ありがとうございます。ちょっと壇上、麦ちゃんがママと、そう、学校でバズってんねん、あめのクラスで、クラスじゃないわ、学年。びっくりした。猫ミムの話題出てきたら大体みんなあやみむにつなげてておもろい。ある人には、あ、なんか、あの猫本家よりも好きらしいです、あやみむ。嬉しいけどはずいね、普通に。だからあのみんなツイッターの方で見たって言ってたから、あの TikTok に負けてるから、いいねしょいでって言ってた。またあげるか、素材がもういっぱい取ってるからさ、他のもいっぱい使いたいよね。を読みたいと思います。いきます。13位チャチオさん、ありがとうございます。12位セキさん、ありがとうございます。11位サトくんさん、ありがとうございます。10位ヨシさん、ありがとうございます。9位イコミルさん、ありがとうございます。8位トトリ太郎さん、ありがとうございます。7位えなるさん、ありがとうございます。6位デカマジビトさん、ありがとうございます。5位トミーさん、ありがとうございます。4位高政さん、ありがとうございます。3位みよちよしの力持ちさん、ありがとうございます。2位ジョーさん、ありがとうございます。そして1位風呂敷さんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これです。バイバイ。よし、消えた。今日は29日ですね、水曜日。風呂敷さん、あら、かわいい猫のアバター。
垂れ目猫かわいいな。よし、かけた。あて、ひげない。ひげ大事、ひげ大事。肉の日、もう29日、肉の日ですね。はい、では今日の1位は風呂敷さんでした。ありがとうございます。はい、ぜひねスクショしてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はまあ、あやみたちじゃないけど21時から、まあ、AKB48 歌唱力決定戦の放送と世代交代と TikTok を更新するのでぜひ見てください。 TikTok は、夜公演前に上がるかもですね。先輩との初世代こと頑張って頑張る。マジでもう緊張るだね。でも楽しみ。 TBS チャンネル、そう TBS チャンネル1ですね。1です。はい、ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。ではさよなら、バイバイ、ありがとうございました。はい、この後のね、この後っていうのもおかしいけど、世代交代全国もよろしくお願いします。バイバーイ。